今日は暇だな。そうだ、ヒカキンのアルミホイル巨大玉を作る動画見よう。なにこれや。バカキン TV エビです。なんでヒカキンじゃなくてバカキンが出てくんだよ。アルミホイルをずっと叩くと丸くなるんだって。じゃあやってみよう。しっぺ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 なんかでできるわけないよ。10万回叩いたけど何も起きない。どんだけしっぺやってんだよ。もっと強く叩いた方がいいのかな。じゃあ高いところから続き。頭痛くないのかよ。頭突きを繰り返して言うけー。もと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 もだー。思いっきり頭へこんじゃってんじゃん。全然丸くならない。こうなったらもっと高いところから。あー、頭どんどんへこんじゃってんじゃん。こうなったらハンマー使おう。最初からそうしろよ。それじゃあハンマーくらえ。思いっきりすね叩いてる。大丈夫か。なぜかすねを怪我してました。ハンマーで叩くからでしょ。分かってなかったのかよ。もっとでかいハンマーのがいいか。くらえ。思いっきり家ん中こうしてる。丸くなれ。アルミホイル叩けよ。家叩いてばかり。家がボコボコ。もうこうなったら家を叩きまくれ。なんでそうなるんだよ。家叩くの楽しすぎる。どんどん叩いちゃうもんね。どんだけ家叩いてんだよ。気づけば家の超巨大玉ができました。もう家住めないじゃん。ほんとバカだな。チャンネル登録よろしくお願いします。